はい、どうも、ジリです。ということで、本日はプロジェクト世界開封ステージ、フィーチャリング初エミクードゲームというより、リアル系のお話になるんですけど、とある説を持ってきました。それがこちら、リアルイベントを大体25イベントを被ってる説ということでね、一つずつ見ていこうと思います。はい、まずはですね、セカフェスですね。プロセカ1周年を記念して行われたプロセカのリアルイベントとなります。こちら9月25日から9月26日の間開催されたんですけど、こちらのイベント期間中、プロセカゲーム内の方ではこちら真冬ちゃんバナーイベントともしびのミラージュが行われていました。ということでね、私ジールリアルイベント行きたかったんですけど、はい、あの真冬ちゃんのイベランがあったので、リアルイベントの方をね断念して、真冬ちゃんのイベランをして、あの、ヒトリンボエンビーを叩きながら配信見てました。辛かったです。続いてはこちら。ちょっとプロセカ直接では関係ないんですけど、まあ、ボーカロイドつながり、ボカロつながりということで、マジミラ2021ですね。こちら東京公演が11月5日から11月7日までの3日間ね、開催されておりました。この期間中はなんと、僕の足跡、君の行く先イベントが開催されてました。水木ちゃんバナーイベントですね。はい、こちらも25箱イベントとなります。ちなみにジールさんは、イベントをお休みして、マジミラ行ってました。楽しかったです。いや、ミクさんがいたね。うん、ミクさんいたし、ジールさんはミクさんと目が合いました。間違いないね。絶対ミクさんと目が合ったね。うん、さあ、そして今年行われたプロセカ初のリアルライブイベント、プロジェクト世界カラフルライブファーストリンク、こちらですね、1月28日から1月30日の間行われていたんですけど、こちらはですね、かなでちゃんのバナーイベント、いつか絶望の底からだったかなタイトル、こちらのイベントの最終日に、まあ、初日が行われるということで、ジールはですね、最終日にアフターライブを見らずに東京に行ってました。セカライも楽しかったね。うー、セカライすげー楽しかった。あの、ベノムやばかったね。マジでベノムやばかった。あと現在ですね、セカライの方で行われた群青参加がフルバージョン公開中ですので、ぜひともね、プロスカ公式 YouTube チャンネルで皆さん行って聞いてみてください。はい、とまあね、こんな感じで、とりあえず3つですね、リアルイベントと25箱イベントが被っているということで、まあ、ただね、全部のイベント被っているわけではないです。ハーフアニバーサリーての時は、ももちゃん箱イベントと、その後、トーヤくんバターの混合イベントですね。そして、前回の世界シンフォニー、こちらが行われた時は、アンちゃんのバナービーバス箱イベントが行われていました。まあ、ただね、やっぱ25箱イベントが明らかに多いよね、ということで。さあ、そして、先日発表された、プロジェクト世界世界シンフォニー2022。こちらね、開催日が6月11日ということなんですけど、ここですね、まあ、察しのいい方ならわかるかもしれませんが、プロセカのイベント開始日ですね。はい。プロセカは大体、イベントが11日か12日ぐらいに中旬のイベントが開始されます。はい、そしてまあ6月ということで、今からね、まあ約3ヶ月後なんですけど、プロセカ現在ですね、25箱イベントが来ております。で、プロセカって大体1ヶ月に2回箱イベントが来るんですよね。なんでこの後、4月に2つ、5月に2つ来ると1周回りきるんですよ。で、6月中旬、ここで一番来る可能性の高いイベント、そう、それは25箱イベントでございます。はい、やってますね。まあ、ただここは可能性が高いで、正確にね、絶対に25箱イベントが来るとは言えないんですが、来る可能性が一番高いのが25となっております。さらにさらに、今回の世界シンフォニーでは25時ナイトコードでの声優さん4名が登場します。はい、絶望ですね。はい。もうどっちを取ればいいんやと。そして、さらにさらに言うと、ジールの推しの真冬ちゃんが次のイベント、バナー可能性大です。真冬ちゃん 60%、水木ちゃん 40%、いや、もうちょっと真冬ちゃん高いかなってぐらいの確率で、まあ、25箱イベントの可能性が高く、さらにジールの推しの真冬ちゃんバナーの可能性が高い。そして、ジールは次の真冬ちゃんバナーが来た際に、2桁ランをしようと思ってるので、ライブに行ってる余裕などない。これは、泣いてもよろしいかということでね。まあこれ実際ライブが行われるまでわかんないんですけど、まあイベント直前になったらね、発表されると思います。てか、その前か、5月末の方にですね、ワンダッシュチャンネルで発表されると思います。まあその際の発表の際に、
ニーゴイベントだと分かった際は、ジールはですね、発狂動画を上げようと思うんで、よかったら見ていってください。はい、ということで、今回はですね、リアルイベントには行きたいけどニーゴのイベントも走りたい、人からの、まあなんだろうな、愚痴のような何かでした。はい、ジールかわいそうやなっていう人はよかったら高評価とコメントよろしくお願いします。といった感じで今回の動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。